はい、こんにちは、おじしんしです。はい、こんばんは、マリサです。ロボトミーニトリです。今回は地獄キャッスル97層にやってまいりました。97層は電撃パンツマンを主軸に置いた電撃パーティー編成です。ここではバロン君と異世界芝、あなたを軸に、電撃吸収しながら戦っていきたいと思います。今回は即死アタッカー要員のアリスターのお休みなんですね。彼女は引っ張りだこだったからお休みいただきました。忙しいとお肌荒れちゃうしな。だんだ、ここではバロンデバフを持続しつつ、あなたと異世界芝で削っていきたいと思います。サンダーストームのモーションギガデインっぽくて好き。かっちょいいよな、ですね。最後は、ラーマで終了。自分のターンが終了したら敵の攻撃に耐える番です。フレスベルグが心配です。生き残れるかな。これは結構いけそうだな。だね。安定して倒せそう。バロンダンスで回復とバフも貼れるし、今回はかなり安定かな。ですです。よしよし。デカバロンが魔風状態になったらやばいな。その時はジ、エンドだね。楽園付け替えてバリア状態にすればかなり安定すると思いますが。面倒くさいので楽園やスキルは基本的に付け替えてないです。なんという手抜きプレイ。無課金だからしょうがないよね。からの因子が足りないからですね。最近新悪魔ラッシュでジェムも足りないしな。ほんそれ。ジェムが溜まったらすぐに使ってるから全然溜まらない定期。我慢してください。全処します。今のところ素晴らしいくらい楽勝ですな。このまま一体も倒されずに攻略できるかな。そうすれば QAD ですね。証明終了な。ちなみに、異世界芝を今回使ってますけど、普通の芝でも代用できるので、異世界芝を持ってない人は普通の芝を使ってくださいね。普通の芝も電撃吸収持ってるからな。貫突させたらめちゃくちゃ強いですからね。だんだ。これはもらいましたわ。価値格だな。今回は自信を持ってお届けできますね。だんだ。トールがフルボッコで草生える。パンツマンが電撃と氷結で攻められてるの想像したら草。ひどい絵面を想像してしまった。あとは全力で攻めるだけです。ガンガン行こうぜ。よっしゃっしゃーす。余裕でしたわ。もしかして97層が一番安定してたかな？何はともあれ、QED できてよかったよ。楽園やスキルの選別が必要になるのは99層からってことかな？その先は未踏の地なのでしばしお待ちを。かなり難易度高そうですからね。だんだ。それでは今回はここまでです。この動画が気に入った方は、チャンネル登録と Twitter フォローよろしくです。Twitter アカウントは下の概要欄に貼っております。ここまでのご視聴ありがとうございました。今後ともよろしく、よろしく哀愁。